ブラウニー古い家に住み着いているブラウニーが台所の床のゴミと汚れを取り除こうと放棄を使って掃除している。絵描き手はイングランドの挿絵画家アーサー・ラッカム。1910年発表の水彩画。ブラウニーはスコットランドや北部イングランドのフォークロアの特に民間伝承に見られる家の精霊の一種。ゴブリンの一種ともされる商用性であり。 しかし悪意がほとんどなく善意が目立つ、家神の一種である。ブラウニーはこの妖精のイングランドにおける代表的、名称ブロウニーの日本語音者型で、イングランドでは、ブルーニーとも綴る。同じ妖精を、スコットランド語では、ブルーニー、ユリスックという。スコットランドゲール語では、ブルーニー、ブルーニー、グラケック、ユレイスグなどといい、他にも地方名は様々にある。 ブラウニーの容姿で最も多く伝承されているのが、身長は1メートル弱で、茶色のボロをまとい、髪や髭は伸ばし放題というものである。この茶色を基調とした容姿から、ブラウニーと呼ばれる。ブラウニーは主に住み着いた家で、家人のいない間に家事を済ませたり、家畜の世話をするなど、人間の手助けをすると言われる。人間はその例として、 食べ物などを部屋の片隅にさりげなく備えて答えるため、民間信仰的な様式を備えている。一方で天野弱な気質もあり、整理整頓された美しい家は家人のいない間に散らかしてみたりと、いたずら小僧的なキャラクター性も伝えられている。ブラウニーへの礼は決してあからさまに付与してはならず、あくまでもさりげなく部屋の片隅など隠すように置いておき、ブラウニーに 自発的に発見させなければならない。もしあからさまに与えてしまうと怒って家を出て行ってしまうとも言われる。また、ブラウニーが住み込み先の家で働く目的は衣類を手に入れることであり、ブラウニーに対する例として衣類を与えてしまうと働かなくなり家を去ってしまうと言われる。年を経るとブラウニーはクリスマスのサンタクロース伝説と合体し、サンタの弟子がブラウニーであり、 年長のブラウニーはサンタクロースとなるという伝承もある。オーワケ和ワ和ン・バード・イズベル、アーサー・ラッカムの手になる1919 19年発表の水彩画。ビリー・ブラインドはブラウニーによく似た存在で、時に足とも呼ばれる商用性である。バラットの一種であるチャイルド・バラットの一つ、ヤング・ビーハンに主要キャラクターとして登場する。右に示した挿絵では、 赤い服を着たビリー・ブラインドが寝室のベッドで眠っていたいべるお嬢さんに起きて起きてと声をかけている。ヨーロッパには取り替え子、取り替えこと日本語訳されている伝承上の子供がいる。スウェーデン語でボルテバイチン、ドイツ語でウェッチセルバルグ、英語でチェインジェリング、またはエルフ・チャイルド、フランス語でチェインジェリン、またはチェインジェリングと呼ばれるものがそれで、日本語では 英語名に由来する、チェンジリングの名でも知られている。これは、妖精の類が、人間の赤ちゃんをそっくりな替え玉の妖精の赤ちゃんと、取り替えて、妖精の世界へ連れ去ってしまうという伝承における、替え玉の妖精の赤ちゃんのことを言う。この取り替え子と取り替えられた人間の子は、妖精の国で永遠の命を得て幸せに暮らすことが、できるが、代わりにやってきた取り替え子の方は病弱で、 ほどなくして死んでしまうと言われる。新生児の生存率が低かった時代において、実は私たちの子供は、妖精の国で永遠に楽しく生き続けていると子供を失った親が思うようにすることで、心の救いを求めたというのが物語が原点であると考えられている。妖精の類ということでは、ブラウニーもそれに含まれる。パーマー・コックスが描いたブラウニー,ーな顔つきを、 している小人で、どんぐりのようにも見える、形のズキンを被っている。豆粒のような胴体に細い手足がついており、手を上げて、愛嬌を振りまいている。ブラウニーは、多くの作品に登場している。伝承通りの姿を描いた、挿絵画家、アーサー・ラッカムの水彩画は、もちろん外せないが、それ以外にも、様々なクリエイターが、自らの世界観に合わせて多少なりとも改変した。 あるいは原型がわからないほど改変したブラウニーをキャラクターとして描写している。ありがとうございます。